おはようございます。7月4日月曜日朝6時の相場解説になります。正確には6時20分ですよね。で、先週を振り返ってみますと、先週の週始めっていうのはセカンダリートレンドができまして、エントリーするのに適さない価格帯っていうのがお伝えできました。プラスどこでセカンダリートレンドが元のトレンドに戻るのかっていう風なポイントもお伝えしました。これによって最適なポイントでエントリーできた方が多かったと聞いております。当然利益もね、月曜日から火曜日にかけてズバッと出たということで、私も嬉しい報告を何件かの方にいただきました。今日はですね、そういった嬉しい報告を下した FX オリガルヒの皆様と、それから速稼塾の塾生限定でお送りする相場解説、共通になります。ただし追加の動画はオリガルヒの方だけにしか送りませんので、やっぱそこでね、情報を受け取れる人と受け取れない人のメリットデメリットっていうのが差がついてくると思います。プラスこの土日でですね、2名の方が FX オリガルヒに新しく参加してくださいまして、従来の16名の形に戻りました。で、私としてはね、月に1人か2人ぐらいはこうやって増やせていけたらなと思うんですけども、当面 FX オリガルヒを新規でね、募集するつもりはありませんので、一旦ここで16名でしばらくね、頑張っていきたいと思いますので、さらに伝えやすく、わかりやすくに心がけて皆さんと一緒にやっていこうかと思います。それでは今週の相場解説を迎えますんで、まずはね、週足の方から見ていきましょうか。こちらをどうぞ。はい、1週間の足ですね。その前に月足も見てみましょうか。月足をずいーっと持ってきますよ。やっぱり月が変わったところもありますんで、月足を持っていくと、まあね、垂直に近い形でこの4ヶ月5ヶ月上昇してますよね。で、下落があったとしても青い線ですよ、陰線があったとしてもあっという間に終わって陽線に切り替わってますということでね、今形成中の1ヶ月の青いものがちょっと出てますけども、この1ヶ月も大いに陽線を出していくんではなかろうかと思います。場合によっては140円に突入するんではないかなっていうところまで考えてます。で、週足を見るわけですけども、週足を見るとね、ちょっと冷静になることができます。垂直に近い上昇を見して途中で N を書いてね、さらにズバッと上の方に向かってるのは同じなんですが、先週と先々週なんですよね、上髭が目立ちますよね。上髭、ここですよ。ちょっと変な字になっちゃってすいません。ここ、こっちとこっちの上髭がちょっと目立つんですよ。コマが2つ並んでるような状態になります。その前は下髭が長いんで、まあ、このまま上の方に行くかなと思ったら、ちょっとね、上への動きが抑えられてるところがあります。ここ、週足で注意するところですね。で、次はデイリーの方に目を向けていきます。まあ、カンガルーの形の話はもう置いといてですね、エリオット波動が2つ重なったところで、今、ダブルトップを描いてるわけですよ、ここで。で、ダブルトップの、トップとトップの間に下髭が出ていることによって、下への上から突き上げる動きっていうのが働いてるよと。つまりは、下方向に行く力っていうのはそんな強くないよってことだったんですよ。まあですんでね、おそらくこの実体あたりで、陰線っていうのもストップさせられる。最大限言ってもこの、髭の先っぽでね、止まると思いますので、下落の勢いっていうのはもうね、あんまり考えなくていいかと思います。それがデイリーの見方です。で、こっからは、上昇していって、3度目のトライで、ぶち破ってくれるんではないかなと思いますんで、1週間の方針としては、倍の方にやっぱり向かおうと思いますね。じゃあ、4時間の方に時間を移していきます。4時間なんですが、ダブルトップが見て取れるのが、こことここでございました。そして下に一旦行ったんですけども、ほらヒゲがね、下への圧力を否定してるわけですよ。ですんでこの赤い線がちょうど引かれてますけども、134円の544を割ることはないなっていうところで、今だいたいですね、価格帯ってのがそこを打ったんじゃないかなというふうに考えてます。まあですんで、早ければ今日明日中にバイでエントリーして、ここまでの値動きをとりあえずはゲットしていきたいですよね。で、その後っていうのは137円台に返り咲くというふうに今週は見ますんで、さらなる倍を狙っていく。ここをぶち抜けばですけどもね。ここをぶち抜けば。ただ3度目のトライですら跳ね返されていくことがあると思いますんで、その場合はレンジに入ったってことにします。
ね。3回目のトライでもしね、レンジに入るとすれば、こういう線ですよ。ここの線と、ここの2つをつなぐ線でレンジができますから、3回目のトライが跳ね返ると、もうこれレンジに入るから。そしたら、ブレイクアウト狙いっていうことになりますよ。ね、今までと同じパターンですね。で、次は1時間足を見ていきます。1時間ですんで、これは今日何をするかっていうところが出てくるわけです。チャンネルラインを引くと、ここから頭から下の方にずれる分と、それから、ちょっとヒゲをね、考えないでいくと、実体だけで見ると、こういう風にね、収束して、ブレイクアウトを示唆してるわけですよ。ただ、まだね、下ヒゲは無視できない段階なんで、この下ヒゲっていうのはかなりの力を持ってますんでね。だから、こういう風に緩やかに進んでいくと思います。この下の線が何を意味するかっていうと、この辺りまで値動きが下がっていっても、あっという間に上の方に引き戻されるよってことなんですよ。ここと、ここのね、ヒゲのように。ですんで、このチャンネルラインっていうのが、ヒゲ先を元に引けていくわけなんですよね。このヒゲ先を元にしたチャンネルラインの引き方わかりますかね？で、上ヒゲっていうのはあんまり出てないんで、実体で揃えていけばいいんで、スタートしたここと、ここと、ここと、ここっていう風に、切り下がるところを書いていくことができます。まあ、そうなるとね、単純にここでクロスするじゃないかって話になりますけども、まだこれはわかりません。この2本の線っていうのは、とりあえずの目安で1時間で引きましたけども、現実はですね、現実はしばらくは、この小さな陰線4線が、小刻みにそこの横の方にね、向かうと思いますよ。こういう風にね、横ばいのように。その後の今日の動き、月曜日の1時間軸の動きを見て、このさっき引いたね、線がどう動くのかっていうところが、火曜日のエントリーに影響します。ですんで今日は様子見でしっかり見ていきましょう。そもそも月曜日ってのは値動き分かりにくいですから。例えば私もですね、月曜日、火曜日に投入する資金を用意してるんですけども、まだ投入してないんですよ。で、言ってみれば年間で2000万とか3000万クラスの人、2000万、3000万稼ぐクラスの人が多分私と同等のところにいると思いますけども、少なくとも1000万から3000万というね、幅の人が私と同じところにいるんですけども、それなりの資金量を持ってます。それなりの見識がありますし、それなりの度胸があります。その方がおそらく似たようなポイントで資金を入れるから大きな陽線ができると思うんですよね。もしくは大きな陰線ができると思うんですよ。それがきっかけになります。そこまでちょっと待っていきましょうっていうのが今日のお話でした。それでは追加放送を折り返しの方お待ちください。失礼します。